スジアカハグモドラミーデスシルビッコラ谷川宮下2008は岸田グモかの雲の一種。背面に両側を白で囲まれた縦筋が走り、その色が赤みを帯びる。山間部の草の上で獲物を狙う。体長はメスで13から15ミリメートル、オスで10ミリメートル程度の雲。背後は高褐色で、 その正中線に幅広い赤葛色の縦体模様があり、また、背後の円も赤葛色となっている。胸部覆面の胸板は黄色で、円からやや内側に、感情の黄色い斑紋がある。腹部背面は、肺褐色の地色で、その中央に幅広い赤葛色の縦体模様があり、その縁取りに白い幅狭い帯が出る。この中央の縦体は、腹部中央より後方で、 小さな波形を作る。里山や山地の森林に生息しており、林道沿いや渓流沿いなどの樹木や草の上に生死して獲物を待つ。妖精も同様の状態で見られるが、その周囲に糸を引いて網を張っている場合がある。妖精の網は住居となる環状の部分と、その両方の口から広がる線形の部分からなり、粘性はない。 妖精の大きいものほど高い位置に網を作る傾向がある。ただし網として獲物を捕らえる機能は不明で、むしろ妖精に捕食者の接近を知らせるものであるとか、祖先の性質に基づいて行う痕跡的なものであるという声もある。生活史として7から8月に乱納を出て、6から7例までは網を張って成長し、10から14例で成熟し、 この間に2回の越冬を行うという、生涯に作る乱納は1から3個。求愛行動として、オスは、メスのしおり糸を伝って、メスを追い、メスに会うと、第一脚と第二脚を持ち上げて、くの字に曲げて静止し、メスのふわしを、その第一、第二脚で叩き、それからメスに乗りかかって降雪する。その間、ふわしでメスに振動を与える。本種のように、 東京部から腹部まで、小中戦争いに幅広い縦て隊模様を持つ者は、同じ族に多数ある。しかし洋色走り雲 D サルフィリアスの筋ボケ型や、筋細走り雲 D アンガスティーバーゲイタスのそれは、本種に比べるとずっと幅が狭い。同様に幅広い大乗門を持つ者に、筋太走り雲 D サゲイナスがあり、本種に、最もよく似ている。相違点としては、 半紋の上では、腹部の正中線の帯紋が本種では、中央より、やや後方で一箇所だけくびれたようになっているのに、対して、この種では、中央より後方がずっと波打ったようになっていることで、また本種では、色彩変異として東京部に淡い色の放射状の、半紋が、腹部の背面後方に、横向きの淡い筋模様が出るものがあるが、この種では、このような方は見られない。 もちろん生殖器の構造でも違いが見られる。また本種が森林内に見られるのに対して、この種は、平地の水辺、水田や池の周囲で見られる点も異なる。なお、本種の学名は、D. サンエイナスボーゼンワーグイストランド1906が用いられてきた。しかし谷川宮下が、日本産の本属の種について精査した結果、 この種の元記載に用いられたタイプ標本と記載文、それに図の間に多くの素語があり、例えば姿勢生殖器の図は標本と一致するが全身図は異なり、またその特徴を説明する文に出てくる反問は標本に見られないといった具合であった。他方で D パラターシスはタイプ標本が失われているが、その記載や図は本種のタイプ標本に一致していた。そのため、 D. パラターシスは従来は、スジブト走り雲の学名とされていたのだが、むしろ D. サゲイナスがスジブト走り雲であるとして、その上で本種については改めて新種記載を行い、上記の学名が、本種のものとなった。日本では、北海道、本州、四国、九州と薩南諸島から知られ、国外では中国に分布がある。以下、種として、岡田ほか、P379。 小野、小形、P555 以下、池田、2019年8月9日越覧、ここまで、小野編長、P218 以下、谷川宮下小野編長、P218。ありがとうございます。